ちゃくちゃいい手になってます。あ、本当ですか。どうしよう、え、どうしよう、え、どうしよう、どうしよう、なんでもいいと思う、なんでもいいと思うよ、なんでもいいよ。右から3番目正解。素晴らしい、素晴らしい。今周りの子があのどなたかが適当に言ったと思うんですけど、本当にそうです、見えてないですもんね。そうなんですよ、皆さんこの視点は私たちだけしか見えてないの。たまたま当たる、いや、運か、これが運か、これが運だ。リーチするかな。おー、リーチ、おー、シャンポンだ。リーチ、リーチじゃないの。あのボイス実装してほしい。あれ、あれ、これ先輩の、それ、え、ちょ、これは、これは不安切りがよ、ノウサギさんにめちゃくちゃ教えてもらってたやつ。両面2枚待つやつにするんだよっていうノウサギさんに教えてもらって、すごい勉強してるって思ってたやつ。今4、スーワンを切ったので、ウーワンとパーワン待ちになったんですね。シャンポン待ちっていう。シャンポン待ち、なるほど。ここウーワンを切ってリーチすると、マンズの形が4、5になって、3万か6万で上がれる。あ、伸ばした、伸ばした、伸ばした。そう、今ので上がりだったんですね。そうなんです。あ、パーワン、これ切っちゃいそう。切っちゃうかも。これは切っちゃいそう。テンパイしてるから切っちゃうと思う。切っちゃうな。切っちゃうと思う。怖いな。パワー切っちゃうな、これ。切んなかったら。うわー、切っちゃう。あー、逃げてる。すごい。ちゃんと逃げてる。え、すごい。なんで。おー、素晴らしい。本当にいい手だったんですね。すごい。自分もドア持っててなんか突っ込みそうですけどね。テンパイしてるので。切るのが普通だと思います。あ、じゃあ切ってたら、はい、まあ結構高い点数を払わなきゃいけないところだったので、はいはいはい、これは素晴らしいです。素晴らしい読み、読んでたと思います。運ですか、わかんないですね。わかんない、どっちか、どっちか、ね、第6巻みたいな、ね、確かにそれ、ね、まあ運ですけどね、まあ、運なのかな、なんか、ね、結構ね、あるんですよ、センス、ビンビンが来るみたいな、これはなんか危ない気がするみたいな、はい、予感大事だそうですよね。それが当たる人も結構いるので、もしかしたらそうかもしれない。やっぱ熟練してくると、そういうこともあるんだな。ポイって、ポイって、出してないよ。かわいい、出してます。悩んでる。もう無理だ、無理だ。待ってたんだ。アキさんが、あ、アキさんが、すごい。裏目が一枚。あ、逃げ切りたい、ふぶきさん。ふぶきさんが上がって逃げ切った場合は、ルイさんが2位で通過だそうですね。なるほど。会話できる余裕もすごいですよね。そうですね。やっぱり皆さんスイッチが入ると、しっかり喋ってますね。けどちょっといらないな。無言で配信してっていう方ができないかもしれない。怖いかもしれない。無言でっていう方が。カン、カン、どうですか？すごい。リーちゃん、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 これがルイルイなんです。リーちゃん、リーちゃん、さっきのね。よく出ちゃう、よく出ちゃう、惜しい。
はリーチのみのやつに潰されるってちょっと嫌だな。一番嫌な。V さんはサブロー付きの転売です。打点は安いですけど、はいはい、まあ上がったら次自分が親になるので。あ、そうかそうか、そうですね、そう考えると、うん、今フレアさんがすぐその当たり牌の3品を持ってきたんですけど、ね、すぐチーマンを切りました、ね、あの宝珠を回避しました。すごい3品切っちゃいそうになりましたね。全然やっぱちょっとなかなか勘とかが働いてるんですかね。丸、フレアがめっちゃ持ってんな。切っちゃいそうになりました、ね、ただ、ね、フレアはねこれ離さないから出るとしたらローピンが出る可能性はあるけど、慎重なんですね。何だと何だと誰かリズム気づくわ。何か先輩がまだ使うんじゃない。そうだ、あ、出ちゃうかも、出ちゃうかも。あ、出ない、出ない。警戒したのかな。うまいな、めちゃくちゃ、めちゃめちゃうまい、すげえ。ふぶき先輩、危機回避力高すぎて、さっきから運命が怖いんだよな。そんな怖くないですよ。先輩が怖いのよ。確かにそんなに怖い手じゃないんだけど、わかんないからね、高いか安いかが。すごい、ローピンを切らずに。すごいな、なんでローピン、すごい少ないですよ、ね、ローピンだけピタって止めてる。なんか誰かすごい、ふぶきさんが。いや、行ったか。すごい、フレアさんもすごいサブローピン止めてる。サブローピン止め切った。これでも振り点ですね。フレアのピン振り点ですね。行かないでください。まあ、見ててみ。自分で行くから探さない。フレアさんはピンテンパイだけど、ウーピンをこうに切ってて、クイさんはサブローピンテンパイ、そのまま押し切れれば勝た。押し切れれば。いや、でもフレアさんもすごかった。ワンって言われる範囲を止め切って、使い切って、組み直してテンパイしてリーチなので。なるほど。あれ、また白中トイツで初を1枚持ってる。初はまだ山に全部あるので。またですか。またまた第3弦チャンスが見れるかもしれない。ルイさんもね。初切った。あ、ドライ。現実派だ。すごい現実派だ。正確でドライ。ルイさんは昔社畜をしていた過去があるので、結構社畜のブラックで営業をしていた過去があるので、結構現実的なのかもしれない。なんかなるほどなのかわかんないけど、ルイ先輩すごい手になってる。やばい、本当だ、めっちゃ揃ってる。いや、早すぎて誰もわかんない。しかも親なんですよ。あ、やばい、これは熱いですね。自敗が待ちにかかってるんで。親御さんから出るかもしれない。悔しいでしょうね。この段階で初待ちのリーチはね、結構強い。デコラ普通に通っていらねえ。絶対なんだよ。吹雪さんの現物通る範囲が結構いっぱい増えてきたので、小山さんは形を崩せば折り切れそうだけど、初ぐらいって言って切っちゃっても不思議ではない。不思議ではない。あ、そうですよね。なんか丸いかもしれない。ちょっと私は違うね。すごい、素晴らしい。今ちょっと見たから初切ったかと思って。すごい、見ててくれますね。いやいやいや、うちの子よりは、うちの子よりは現物切りますよ。喜びますよ。これはどうして分かったんだと思いますか。いや、分かったわけじゃないですよね。初が論敗だって思ってるわけではなくて、この局面で自分がトップ目で2着目の親のリーチに対して現物以外を打つべきでないっていう判断は。なるほど、判断から冷静なんだ。あ、ロンだ。あ、それだ。赤ウーピン出ちゃった。赤ウーピン。やっと乗ったな。いい手ですね。乗るんだ。老朽層で闇天にしました。ルイさん、闇天初めて聞きました。3品を引いてきたら3色同順になるんですが、はいはい、そうだ、ルイさん3色上がるって言ってた。ルイさんでしたっけ。あ、なんか好きな3色同順上がるって言ってましたもんね。そうですよね、言ってた、言ってた。本当だ、3色になった。大好きだと言ってた。3色同順が3、4、5、3、4、5。あ、来た、すごい、できた。
した。じゃもうリーチ？リーチしちゃう。だからリーチ。もう黙ってる。黙ってる。打点が倍増したので、3色になったわ。なるほど。だよ。怖い。怒らないでください。が通る。リーチして。リーチしちゃって。リーチしちゃった。リーチしちゃった。ヤウマンが一番多くて次が6球層でフレアさんがチーマン1枚だけなのでナイスリーチありがとうございますフレアさん叩いたいねやばいなアデマンですまたまたすごいですよすごいですよ有限実行で出ましたこれはリーチ棒という教託、はい、さっきまで出てたリーチ棒が2本あるので2000点あるので、はいはい、吹雪さんは何を上がっても優勝本当ですか、はい、小百合さんは何を上がっても優勝で、リンさんは1500点以上の上がりができたらやってますかね、はい、なるほど、じゃあちょっと、まあ、中くらいの上がりは欲しい、役は欲しい基本的に2000点ぐらい、一応1600点とか細かいのもあるんですけど、はいはいあの簡単に言うと2000点ぐらいで、はい、ルイさんの手配にはあテンパっちゃった小百合さん早すぎる早いよ早いよ早いよすごいなめっちゃ綺麗じゃんルイさんもあのドラがあるので、はい、もうあの手配上がれれば優勝ですもうクリアで、はい、結構もう結構わからないですみんなこの手を上がれたら優勝しよっとテンパイですよリーチ打ちますか？条件は足りてます。これリーチして上がれば条件が足りるかどうか考えてますか？考えてますかね？これ2000リーチは多分今それを確認中だと思うんですけど、どうしようかな。リーチ。おお、かっこいい。でもね、ふぶきさんの目の前がめちゃくちゃ危ない。危ない、めちゃくちゃ危ない。危ない。どうするか。小屋を振り込むんだ。もうさすがに無言になってきましたね。もう本当最後だから。最後ついた。いそう。え、三層。頼む。おお、降りた？降りた？崩した？崩すの？じゃあもう二人で戦う。そうです。二人ですよ。割って入った。ちょっと待って。私もいるぞって。ローソンなくなっちゃった。一回ぐらい。しびれて涙が出てきちゃった。やばいよ。